1、2年生は今から野球をもっと夢中で、やっぱり楽しいスポーツだから。俺はこの中で一番夢中で野球してた自信がある。やっぱり1、2年生は今から野球をもっと夢中で、やっぱり楽しいスポーツだから。この団体競技でこんなに応援来てもらって俺は良かったなと思う。だからこのあと1年2年、もう努力じゃなくてもう夢中っていう形でもっと野球頑張ってほしいなって思います。